新衣装の片メガネアグネスタキオン実装されるに対するみんなの反応。タキオン、メガネタキオンやんけ。メガネフェチは引いとけよ。見たことないタキオン来て草。誰かわからなかったけどタキオンかよ。綺麗なタキオン来たー。詳しく説明してください。ワイワイマレー星座を書こうとしています。しかもこれ晴れ着ネイチャー屋敷天地家像みたいな前触れゼロだよな。これは完全に初めての事例や。これもしかして映画で来てたりするんかね。ワイラが再現をしはかろうなんておこがましかったんやなって。髪色の見え方が違うせいで完全に別人に見えた。平行世界の滝音感ある。目に光が入ってるから滝音感ないんだよね。滝音の新ストーリーでダンツフレームお披露目してガチャ実装パターンだな。ワイは詳しいんだ。光落ちした滝音ってこと？まるで今までの滝音が闇落ちしてた風な言い方やな。この滝音はトレーナーにご飯をねだりしなさそう。次は何に特化するんすかね。もしダービー出てたらという仮定の東京2400メートル特攻かな。これ映画でやりそう。タキオンはレポートに新衣装お披露目に映画にレースに大忙しだな。お目目キラキラで可愛いね。建前もっとにごれ本音。別衣装連続はルールで禁止すよね。水着カフェも同じやす。ここからは映画強化期間かな。まあ言うてあと2週間しかないからこのタイミングしかないっちゃないんだよな。自分で薬飲んだんかってくらい変な光り方してんな。つきものが落ちた後の滝音なのか、狂ってしまう前の滝音なのか。多分この滝音は髪を染めた後転んで頭を強打して記憶喪失していい子になってる。これはモルモットくんの化学反応を見た時の表情。本来の実馬の二つな、高速の貴公子の感じはあるね。メガネいる？メガネはリミッターでもあり可愛さを制御することで被害を制御しているのだ。個人的な好みとして全馬娘トップクラスの仕上がりのキャラぶち込んできたな。ちょっとカフェみたいな前髪してるな、してない？タキオンとカフェでカフェオンってとこかな。多分、夢を見つけて生き生きしてるタキオンなんだと思う。名前見るまで未発表の新しい子が突然来たのかと思った。おそらく光のエフェクトでそう見えてる感じ。モノクルというよりうっかり壊したメガネを無理やりかけてるように見える。なんでこうここの運営はなんか変な外し方してくるの。言ってタキオンにぶち抜かれてる人結構いるし。去年のサイゲの振る舞い考えたらジャンポケもクソ怪しくなってきたな。ビルシーな確定とか言ってたの誰だよ。こういうイメチェンは他のキャラでもどんどんやってほしい。具体的にはポニテアネキとか。チケゾーもそうだったけど髪を整えるだけで印象違うな。今月映画やるんだからおかしな人選ってわけでもない。映画も因子研究もあるからな。現実のレースに合わせて因のある馬娘実装しますなんて公式一言も言ってなくない？未だに馬娘のメガネのかけ方がよくわからない。映画に出るのか？って思ったけど、サツキ賞以降にイフレースでもやらないと走らんな。カフェシナリオに寄せるとラストで復帰するし、やるかやらないかだとやりそうな気はする。次はポッケで来月の衣装替えはどうあがいても花嫁になるんだから出すタイミングここしかなかろうよ。まあ映画合わせで滝カフェオペどれかの新衣装履きそうだと思った。俺にはスカートが見えるんだけど、普通にスカートだしモノクルと合わせて女性受けのいいゴシック風コーデではあるけど男装要素は欠片もないぞ。もしかして劇場版にこの衣装で出るとか？カタログで里のクラウンにしか見えねえ。池袋にいそう。いっそアグネスフライトってことにしない？でもあいつもクリゲか。そもそもポッケが来るなら来週だよ。次の更新がポッケほぼ確って考えるとこのタイミングくらいしか映画税の別衣装入れるタイミングないんだよな。そんでここで映画税合わせが来たからさすがにポッケ当確だなって思える。全くの新キャラと思ったらタキオンだった。決して悪い意味で言うわけじゃないんだけど目がキラキラしてるタキオンなんかちょっとキモい。体がキラキラ虹色に光るよりはキモくないだろ。普段目が濁ってるキャラがキラキラしてるのは大抵やばい時。映画ポッケ的にはタキオンがライバルでカフェは二人共通の知り合い枠っぽい。シマータキオンだよな。
闇の心を持ち他人を実験対象にしようとするダークタキオン。もっと普通に可愛くすればいいのに。可愛い衣装に合うか？新しい実験内容を思いついた時の表情。映画でこの格好のタキオンが出てくると考えていいのかな。この服装になるが勝負服として着てレースに出るわけではないとかだろう。見間違えるのは髪色と前髪の形が里のクラウンと同じなのかな。変な薬飲んだとかだろうか。水着タキオンは使い道あったし性能が気になるな。つまりこれはアグネスフライト実装の布石か。ふざけんなよメガネかけやがって、ちょいし崩壊させる気か。新キャラだと思ってたからマジで想定外だった。タキオンのことだからメガネ片方壊したままかけてるだけなんじゃない？これは映画で着てるやつなの？まだ誰も知らないのである。今でもなんであの時期に着たのかよくわからないフルアーマー服着たるとかあるしな。しかし水着時点で中距離クソ強だったのにさらに中距離特化するんかな？むしろ映画関係なかったら意味不明すぎるだろ。マリンカがタキオンって叫んでたからこれくらいのサプライズはあっても。メインストーリーでの鈴鹿との絡みといい、タキオンって結構押されるよな。パッと見ロブロイに近いかっちりとした衣装、総じてだらしない可愛いが売りのタキオンとは表情含めて対極。上半身しか見えてないけどこれは貴公子。ビルシーナとか言ってたやつ、俺です。なんかジャングルポケットも映画に合わせて実装されるのか自信なくなってきた。赤のスポーツバイクまたがってるウォッカは実質ダスカにまたがってるようなもんでは？その理論だとマルゼンさんとかも該当するぞ。ウォッカ SSR って実質配布のパワッカと競合するからよほど強くないときつい気がするけど何もらえるんだろう。パワウォッカはパワーって時点で別に安定して入る枠じゃないし競合しないでしょ。新 SR ダンツだからこっちのタキオンの勝負服イベントにもダンツ出そうね。ダンツの潰れ胸ダメだろこんなん。ダンツさん牛すぎる。ミラコダンツのムチムチ部屋か。ダンツとミラコは何つながりだろう？もしかしてダンツフレームもプール嫌いか？ダンミラ部屋で肉に挟まれたい。2着目はかなり長かったのに3着目はあっという間だなタキオン。多分、夢を見つけて生き生きしてるタキオンなんだと思う。この前一気にキャラ増えたからまだ覚えてなかったかなすまんと思って名前見たらお前かいって声出たわ。試写会に行ってた人はこのタキオンの姿をわかっているのか？だとしたら試写会に行った人の口の硬さに驚愕する、こんなん言いたくなるやん。ウマ娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。